はい、こんにちは、リキジキューです。今日のご紹介したいアイテムこちらですね。タイムストーリーズハダルプロジェクト2099ですね。これいわゆるね、タイムストーリーズの新しい版ということになっていて、以前のタイムストーリーズですね、大きい基本セットがあって、まあ、シナリオ1本入っている状態のがあって、あとは追加シナリオがたくさん出てる。これ追加シナリオ非常に小さいわけなんですけども、出てるっていう感じだったんですね。で、あれはシーズン1、あるいはホワイトシーズンと言われていて、これブルーシーズンと言われている、いわゆるシーズン2に当たるものなんですね。で、今度のこのシーズン2から、これ一つ単位で遊べるようになって、基本セットというのがなくなりましたよということになってるんですね。で、もちろんネタバレありのゲームなので、これね、中のコンポーネントとかがね、どうなってるかっていうのをご紹介したいと思います。で、一応このハダルプロジェクトの概要だけお伝えすると、まあタイムストーリーなので、自分の魂をね、どっかの時点に飛ばして、誰かのところに憑依して、そこのね、事件を解決しましょうって基本ラインは同じなようなんですが、今回は2099年ということで、海底都市の中で恐ろしいウイルスが蔓延してますよなんて、非常に時事ネタっぽくなってます。これで原作ってのはちょっと前なんですけども、まあ、時事ネタっぽくなってるところの問題を解決しましょう。まあ、こういうシナリオになってるゲームなんですね。じゃあ、基本セットがなくなってどうなったかっていうと、こちらを開けていくと、まずここね、マニュアルとまあルールが書いてるんですけど、すでにすごく変わってるのはここですよ、ここ。ほら、なんか書いてますよね。これ何を書いてるかっていうと、トークンのパンチボードは裏返すなと書いてるんですね。いわゆる抜いていくやつありますよね、コマをね。パンチボードは裏返しちゃいけないって書いてあるのと、トークンは指示がある場合のみ抜けと書いてあって、勝手に抜くなって書いてあるんですね。で、抜いたトークンは表向きに置けと書いてあって、いわゆるトークンの裏面にはネタバレがありますよという書いてる、非常にここからもうちょっと気をつけてプレイしろよとなってるんですね。で、中身そのものは、今回の場合はこれはアズラクの結晶と呼ばれるね、これブルーのクリスタル的なコマが32個入ってるのと、こちらのところのいわゆる物語が入ってるね、いつも通りのね、バッツリあります110枚入ってる物語カードっていうのと、これ、ね、全然よくわからない一般カードってね、一般ってなんだってありますけど、一般カード60枚と、今回ちょっとちっちゃいのがあるんですね、こいつのね、個人カードと言われてるものが59枚、そして抜いちゃらいかん、裏向きにしておかなくちゃいかんと言われてるこのトーパンチボードですね。これね、この裏面私も見ませんけど、なんかいっぱい書いてますよね。よくこれ普通ね、来たらもうバーッと抜いちゃうもんですけど、これ抜いてはいけませんっていう書いてる、いろんなゲームやりますけどね、抜いたらいかんっていうの初めて見ましたからね、抜いたらいかんっていう、こういうだけの仕掛けになっていました。なのでこちらがですね、一つ持ってきましたけども、以前のねシーズン1の時の拡張セット、これはアンダーザマスクっていうやつなんですけども、これの箱のサイズはまあほぼほぼ同じで、厚みがねちょっと分厚いかなというぐらいのサイズになってるんですね。以前のものも開けるとこんな感じで、要は基本セットがあるんで、もう追加のカードだけがべっしり入ってる感じだったんですね。もう量はもうものすごい量になってるわけですけども、まあ、これの中の一番最初のやつのカードを読み進めていけば、マニュアルは基本セットだけ見ればすぐプレイできますよ。これもシーズン1だったんですね。だからもう潔いぐらいですよね。潔いぐらいもうカードが2セット入ってるだけと。特にマニュアルもないので、基本のマニュアルを読み進めてくださいよと。まあ、そんな感じになってるゲームだったんですね。まあね、毎回このシナリオセットもね、書かれてるわけですけども、今回はそこがだいぶ違うようになってて、このシナリオでいる専用のトークンのコマが入ってて、なんで前のやつは結構難しかったんですよね。つまり必ず汎用だったんですね。今回はこのコマは何々と見なせとかね、今回はこれはこれと見なせみたいな、見なしがいっぱいあるんですね。全部汎用ですからね。このが全部なくなって、まあ、専用の紙になりましたけど、専用の紙のコマがあるということと、基本セットのところは前は、前回はこうボードのところにね、すごいたくさん置く場所があったんですよね。だからここに置きなさい、ここに置きなさいって決まってたんですけど、まあ、別にどこに置いてもゲームできるんじゃんねというふうに思っていたら、今回のところは物語カード、これは従来と同じサイズですね。これまあ従来のやつはこれを置いたりしてマップやなんかをね作っていたりするわけですけど、従来と同じサイズのカードと一般カードと呼ばれているものと個人カードっていうのの3種類に分かれたので、このゲーム多分この中にマップ系のものとかね、地形とかね、全然場所が分かりませんからね。前のやつはね、地形をね4枚とかやったらマップになるっていうカードがたくさんねこの辺であったりするので、マップ系のカードとか人物系のカード、誰が誰乗り移るみたいなカードはサイズを変えて、前ね結構全部このサイズだったんで結構迷ったんですよね、いうことになって、このあたりのプレイアビリティを非常に良くしたのかなと。ただすごい最低限ですよね。
今回のこのハダルプロジェクトにいるためだけの個人カード、一般カード、物語カードとコマ、あとはパンチと、これだけになったので非常にプレイしやすくなったかなという感じがね、ここのとこしますね。まあどれもこれもね、シリーズがあるまで開けるなと書いてるのでちょっと開けれませんけどもなっていて、あとはこちらのところマニュアルが一式あると、こういう仕掛けになっていました。まあマニュアルもねかなり気を使ってね、これの文章とか消してたりするんですけども、中の方はざっくり見てみましたけど、やはり先ほど私が言いました通り、マップはカードをねテーブルの上に自由に並べていいって、前だと並ぶ場所がね決まってたんですよね。こういうカードを並べるためのところがボードに全部決まってたので、どこどこよけ、どこどこよけっていうのはかなり決まっていましたが、今回は4人用、1人用、3人用ってね、並べ方をこう自由にコーディネートしていいよって、まあそれそうですね、ボードがありませんからね、いうことになって、まあ事実上これで問題ないんじゃないかなというカードになっていましたね。で、ゲームの流れそのものは見ていましたけど、まあ、ゲームの基本流れそのものはここに書いてるんですけど、タイムキャプテンフェーズっていうやつがあって、要はどこのね、場所へ行きますかみたいなね、どこに行く、前もありましたよね、どこの場所を見つけに行きますかってがあって、行ったらその後に発見フェーズっていうのがあって、その場所ごとの処理をするっていうのがあって、この場所間フェーズっていうのは標準アップデート、交換、タイムキャプテンの変更、手番プレイヤーが変わってそいつがどこ行くか決めるとかね、時間が消費するっていうのがあるんですけども、少し流れは変わってますが、基本はどこの場所に行きますかっていうので、行った場所をめくって処理するっていう大きな流れは大体同じような仕掛けになっているようです。まあもちろんね、細かいやつはね、今回そのシナリオごとに決めるようになったんでね、このシナリオではこういうカードを処理するよっていうね、だいぶ細かいね、前とちょっと違ったカードが書かれているようなので、その辺は異なるようですが、大まかな流れはよく似ているかなということと、ここのメモのところで、ゲーム中にメモは自由に撮っても構いません、ただし写真を撮っちゃダメよというのがまあ明記されたというのもなかなかね面白いんじゃないかなと思いますが、新しくなったシーズン2の方からは専用のゲーム構成になったおかげで、絶対にいるものだけ、そして毎回今回こうセットアップしてくださいよ、おそらくこのゲームの進行そのものは基本的には同じで、特別のシナリオってなんか1個入ったりすることが今後あるかもしれませんが、流れのところは踏襲するという形で次々と様々なシナリオを楽しめるようになったというのが、この新しいブルーシーズンシーズン2の仕掛けという風になっておりました。いやー、これね非常にいいと思うんですね。前のこのねシーズン1とほぼほぼ同じ、まあ厚みがちょっと厚いですけども、この四角のサイズがほぼほぼ同じという状態の構成の中で、非常にシンプルにプレイできるということで、大きいやつを持ち運ばなくてもいいし、コマやなんかもみなしみなしっていうのが何もないという状態でプレイできるんで、まああとはもうこのシナリオがね面白いかどうかとに本当にかかっていると思いますが、そのあたりを含めてプレイしやすくなったっていうのは歓迎じゃないかなと思いますね。前のホワイトシーズンの方は一番最初の基本セットのシナリオが一番面白くないとも言われたので、あれが最大の問題だったわけですが、今回はお好きなシナリオから始めてもいいというところが非常に素晴らしいんじゃないかななんていうふうに思います。まあこれね、実際の細かいことは全く喋れませんのでね、ライブか何かでどんな感じだったかっていうのをご報告するかもしれませんが、中身の実態については皆さんの方でお試しいただければというふうに思います。はい、というわけで今回ですね、新しくなってシーズン2になってきましたタイムストーリーズハダルプロジェクトのね中のコンポーネントをご紹介いたしました。ザケメチャンネルのある99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。